こんにちは。フィリピン在住のナナです。今日はとある日曜日の一日を動画撮影したいなと思います。まずね、朝今10時前なんですけど、ネイルに行こうと思ってます。フィリピンってネイルがすごい安いらしくって、あんまり私普段からセルフネイル派で、まあ、セルフネイル派って言っても普段もそんなセルフネイルもしないんですけど、もうジェルネイルなんて何年ぶりかっていうぐらいの久しぶりなんですが、せっかくフィリピンで安く可愛いものができるらしいので、まずは、ネイルをしに行こうと思います。では行ってきます。私のお家の隣にシャングリラホテルがあるんですが、シャングリラプラザモールの中にジェルネイル屋さんが入っているので行きたいと思います。すごいおしゃれなお店がたくさんあります。なんかこのコーヒーは最近できてすごいいつもにぎわってますね。今度行ってみたいと思います。朝一のモールはほとんど人がおりません。今日のネイルはこちらのネイルスパです。こんな感じです。どこに座ればいいんだろう、座ってって言われましたが、なんとなくここに座りました。こんなフットバスからスタートしました。なんかジェルネイルの色味を持ってきてもらって自分で選ぶスタイルらしいです。ちょっとだけ指先をお湯の中に入れて、でも本当1分もしないぐらいで終わった。何だったんだろう、よくわかりません。そして気づいてる、足元が泡がすごいことになってた。完成しました。ちょっとねこの角度が浅かったり、ここがギュッてなっちゃったり、あとちょっと指先がクプクしてたりしますが、でも可愛いね、やっぱりテンションが上がります。足も完成しました。ここが友達に教えてもらったフィリピンブランドの子供服です。なんかね、大人のものも売ってるので見に行きたいと思います。ドリンク屋さんが美味しそうだし、なんか作りがね日本っぽくて素敵です。ご飯のフロアに来ましたが、千両って日本のお寿司が食べられるところとか、ラーメンの三等価とか、日本のご飯屋さんがいっぱいあります。奥に紀ノ国屋もあるし、バンダイのガチャポンもあります。すごい、本当日本みたい。バンダイのガチャポンが
フィリピンでも大人気です。日本スタイルのヘアサロンがあったり、なんとダイソーがあります。しかもここすっごい品揃え。でもだいたいね、今1ペソ 2.5 円なんですけど、だいたいそのまま 2.5 倍ぐらいの値段ですかね。キノコの山が88ペソです。日本の表記のまま300円で売られております。あ、でもこれすごく近かった。あ、だいたい250だから2.5倍ですね、2倍ぐらいのお値段。じゃん、なんとサードフロアは全部ニトリでした。ニトリのマットレスどうですか？気持ちいいですか？今日はしゃぶしゃぶ食べ放題に来ました。食べ放題なんかヨーロッパではないので久しぶりです。めっちゃ好き。めっちゃ笑ってる。本当。うん、あ、大学芋がある。なんか今アイスクリームはダメみたいですが、飲み物とデザート、こっちがライスとかかな。わ、すごい、牛丼もある。あ、これがお鍋の具材のプラスアルファ。続いて三越の近くにある日本食材店に来ました。おお、すごい品揃え。お値段はいくらぐらいなんだろう。チキンラーメンがこれ何袋、5食入りで1250円だね。今日のお目当ては納豆を買うのです。このね、ミキ納豆さん、なんかミキさんっていう方が手作りで作ってる納豆らしくって、148ペソでこれぐらいの量。とりあえず1個買ってみようかなと思います。ここはご飯も食べられるみたいです。日本のお弁当とかも売ってました。フィリピンはもうこういうタワーマンションが所狭しと建っております。こっちもあっちもこっちもあっちも。じゃん、キーコーヒーの喫茶店なんかもあります。雰囲気がいい感じ。なんかヨーロッパってフロアガイドがないところも多いんですが、さすが、まあ、三越というかアジアは結構フロアマップあって見やすいです。ベイビー用品もたくさんあります。かわいいね。コスメキッチンのようなかわいいビューティーエリアもありました。もうね、日本のものも海外のかわいいのもものも全部ここで手に入りそうです。まさかのスナイデルとフライアイリーのショップもありましたよ。すごいすごい、フィリピン何でもある。地下はスーパーがありました。日本と同じだね。すごい可愛いパン屋さんとかいろんなパティスリーとかもある。ちょっと見てみよう。青果はね、こっちすごい高い気がします。日本のようなお惣菜パンもたくさんあります。フードコートもありました。フィリピンはね、ワンちゃん普通に OK です。一緒にご飯食べてますね。でっかいワンちゃんもおります。日本のお店かわかんないけど、すごい美味しそうないちごのアイスクリーム、かき氷とかいちごショップがあったり、東京ミルクチーズファクトリー奥のやつは、なんかどこにでもありますね、フィリピンの。あの牛さんのマークのところ、ここここフィリピン進出めちゃめちゃしてます。すごい、こんなものも手に入ります。しかもね、ちゃんと日本語が書いてあるのがすごいびっくり。うわ、美味しそう。
こんなイベントもやってます。なんかビールのビールに合うおつまみ、日本のおつまみがいっぱいあります。すごいな。周りは日本っぽいですが、しっかりドリアンがあります。なんかね、バナナがね、こうやっていっぱい種類があるんですけど、フィリピンで一番美味しいって聞いたのはこれ、ラカタンっていうのがね、これがね、美味しいんです。確かにね、なんかバナナの実が白くなくて黄色なんですよ。ベベちゃんもこれが大好きで、もう1日1個2本食べちゃいます。なんとなんと、私の大好きな焼き芋がありました。しかも80ペソってことは200円ぐらい、めちゃめちゃ安い。やばい、ここが大人気と思って近づいてみたら和菓子が売ってます。しかもね、フルーツサンドとかもある。これすごいな、さすがだな三越。ヤクルトはもちろんあるし、日本の牛乳なんかもあるし、味噌とかこんにゃくとかもないもんね。すごい、いろんな品揃え。ホッケ、一夜節、炙りしめ鯖、やばいやばいやばい、いろいろある、美味しそう。日本の冷凍食品もいっぱいあります。美味しそう。こんな美味しそうな納豆が108ペソ、まあだいたい 2.5 倍ですね。やっぱり美味しそう。プロダクツオブジャパンで日本のお菓子ですね。うわ、なんか懐かしい、チョコベビー、チョコベビー懐かしい。これ海外だ。食べっ子動物とかも冷凍のもので言ってから急いで。アルフォートもあるし、すごいね、もう本当にもう何でも揃っちゃうね。ブラックサンダーにピュレ組もあります。すごいね、もう何でもあるね。むしろ日本じゃ出会わないようなものまでここで出会うことができそう。名古屋の手羽先なんかも売ってます。食べ物だけじゃなくてシャンプーとかそういうケア用品も日本のものがいっぱい。しいたけデニッシュがあります。美味しそう。ザ・ベーカリーっていうお店らしいです。すごい可愛い。ジェラートも売ってます。アンパンもあるし、マンゴー抹茶もあります。遊んでおります。かわいすぎる。すごい、いろんなショップ屋さんが体験できるみたい。なんかフィリピンは各モールにこういう子供が遊べるエリアがいっぱいあります。今フィリピンは雨季で、毎日もうこの時間はこんな大雨がざーっと降ります。今グラブタクシーを呼んで待っているところです。ヤソヘビレイン。中やっとお家に着きました。帰りもね、なんかそんなに混まずに帰ってくることができました。なんか平日のフィリピンは渋滞がとっても大変なんですけど、日曜日はね、比較的スムーズに帰ってくることができます。で、今日は本当に休日らしい休日、ご飯食べて買い物してネイルして、もう楽しいフィリピンの日曜日を過ごすことができました。で、今日いくつかね、お買い物したので、ちょっと購入品紹介をしたいなと思います。まずはネイル、じゃん、フレンチネイルをしてみました。出来栄えはね、まあ、そんなやっぱ日本と比べると微妙だし、まあ、今後どれぐらいで剥がれてくるかっていうのが重要かなと思うんですけど、今回ハンドのジェルとフットのジェル、特別な
メニューも一緒にやったのでちょっと高かったんですが、それでも2500ペソ、日本円で6250円ぐらいかな、で全部できました。やっぱり日本と比べるとね、手も足もできちゃってるんで安いですよね。で、同じシャングリラプラザの中にあるあのフィリピンのね子供服があって可愛いっていう噂を聞いたので今回買ってみました。これがショップバッグなんですけど、ジンジャースナップスっていうお店です。これフィリピンブランドらしくって、で今回購入したのがベベちゃんの可愛らしいこんな T シャツ、これが12マンスのやつ買ったのかな。こちらとそれに合わせるハーフパンツを購入してみました。可愛くないですか、南国の国っぽいカラフルな色で可愛いなと思って購入しました。この辺ね刺繍になってたり、ここが色違いになってたり、すごい可愛いなと思って着てみました、買ってみました。で続いてあの三越今日行ったんですけど、ニトリがあって、ニトリで、赤ちゃんのお布団を買いました。どん、こちらでかい、こんなシンプルのお布団、敷布団を買ったのと、敷布団カバーのなんかあの N クールってやつが人気なんですよね、涼しいやつのヒアっていう掛け布団シートと、彼がねちょうどなんか円錐型のコーヒーフィルターを探してたんですけど、ちょうどねニトリにあって購入しました。続いてはあの今日行った日本食材店で購入したものはじゃん、ちょっと傾いちゃったんですけど、ミキ納豆さんの手作り納豆です。私すごい納豆が好きで、あのスイスに住んでた時もめちゃめちゃ食べたかったんですけど、すっごい高いんですよ。いくらぐらいかな、多分日本の5倍ぐらいするから、どれぐらいか分かんないんです。すごい高くて手が出なかったので、フィリピンでは比較的安く購入できるってことでちょっと今日買ってみました。この手作り納豆は148円で、148ペソなので370円ぐらいですかね。 200g ぐらい入ってるので5パック分ぐらいなんで、まあまあそんなに激高っていう感じじゃなくて購入したので、これから食べたいと思います。であと三越ですごい可愛いベーカリー屋さんがあって、そのベーカリーでパンを買いました。メロンパンと抹茶、この四角い形のね抹茶クロワッサンっていうのを買いました。これが80ペソ、これが倍の160ペソ。まあメロンパンなんてね、なかなかというかスイスじゃ絶対ゲットできないし、こんなおしゃれな抹茶、まあ、クロワッサンは食べれるけど抹茶のこんなおしゃれなパンもゲットできないので嬉しいです。本当にね今ねフィリピンに来てね、もう何も気にせず購入して、何も気にせず食べてます。めちゃめちゃ幸せです、嬉しい。あとは三越のデパ地下で購入した商品をご紹介します。フルーツ系でいくとバナナ、もうフィリピンのバナナってすごい美味しくて、で特に友達に教えてもらったんですけど、このねラカタン、見えるかな、ラカタンっていう種類のバナナが美味しいらしくって、このバナナの実をね剥くとね白じゃなくて黄色なんですよ。ですっごく甘くてめちゃめちゃ美味しいので、このラカタンっていう種類のバナナを購入してます。最近その冷凍食品をいろいろ集めていて、その一つでこの肉団子を購入してみました。そうなんかねスイスってゼリーがなかったんですよね、全然こういうゼリーだから、もう見た瞬間あ食べたいと思ってゼリー購入しました。本当はなんか柑橘系、みかん系とかのゼリーが欲しかったんですけど、なんか桃とぶどうしかなかったんで、この白桃のゼリーを購入しました。こんなのも売ってたんですよ、じゃん、サンドイッチ、しかも半額。なんかさっき夕方4時ぐらいだったんで、最後なんか半額セールをやってて思わず買ってしまいました。こっちが照り焼きチキン卵サンド195ペソ、こっちがフルーツサンド180ペソ。本当に大豊作で嬉しいです。はい、
こんな感じで今日はネイルをしたり、ご飯を食べたり、あ、しゃぶしゃぶを食べ放題したり、あとは買い物して、こういった日本の食材とかをゲットして、本当に幸せな一日でした。はい、こんな感じでちょっとフィリピンの生活、どういう日々を送っているのかみたいなのも Vlog これからも撮っていきたいなと思いますので、チャンネル登録ももしよかったらよろしくお願いします。はい、ではまた。ありがとうございます。動画見てくださって。バイバーイ。